藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。いや、ちょっと前かな、和食屋さんに行ってご飯食べて、そしたらメニューにさ、トウモロコシの天ぷらあったから頼んだのよ。あれさ、やっぱさ、毎年食べてるけどめちゃめちゃうまいよね。こんなにうまかったっけ去年って思うぐらいうまいよね。あれって今がやっぱ旬なわけじゃない、だからこうより美味しいけど、なんかトウモロコシの天ぷら食べた時になんかずっと食べたいなと思った。その1年間食べたいなと思った時に食べれたらいいなと思ったけど、そうするとやっぱこうありがたみもないし、なんか食べなくなっちゃうかな。でそれと一緒にだから磯辺揚げ、あのちくわの磯辺揚げ頼んだの。 俺も大好きだからね、ちくわの磯辺揚げ。でもちくわの磯辺揚げはもういつでも食べれるじゃない、四季関係なく。でその時思ったのが、なんかちくわの磯辺揚げとトウモロコシの天ぷらのなんか旅に出たいなと思って、そのどこの、自分は日本全国のどこのトウモロコシの天ぷらが一番好きなのか、ちくわの磯辺揚げが一番好きなのか。なんかよくあのグルメの方いるじゃん、あんまり押し付けるの嫌なの。肉食うんだったらこう行きなとかじゃなくて、あそこ、例えば北海道行ったらあそこのお店のトウモロコシの天ぷら食べてみてとか、なんかああいうのちょっと自分で発見したいなと思って、ちくわの磯辺揚げとトウモロコシの天ぷらトウモロコシの天ぷら期間限られてるから、家でさ作ったことあるのよ、トウモロコシの天ぷら。やっぱよく言うけど、やっぱ揚げ物はなんかこうお店で食べるのがいいねその後の処理も大変だったし、なんか油固めるやつ入れてさ、だしなんかあんまうまくねくっつかなかったんだよね。美味しかったけどもちろん、ちょっとやっぱお店のやっぱクオリティすごいね。なんか俺ちょっと衣も大きくなっちゃって、サクサクしてんのか、なんか衣なのかトウモロコシなのか分かんなかったの。あれいつまでだろう、あの冬でいうあの焼き芋みたいなさ、食べれるうちに食べておきたいんだよね。終わっちゃうかな、行かないと。食べ行こう。さあ、あなたの過ごす177回目の夜、最後までよろしくお願いします。本日の1曲目です。8月17日にキスマイフット2の新曲 Two as One がリリースとなりました。そして19日には通常版のカップリング曲悪夢のリリックビデオも公開となっております。ぜひチェックしてください。それではこの時間は札幌一番がお送りします。札幌一番、皆さんは札幌一番に7つの味があるのをご存知ですか。コク深いスープの味わいがたまらない醤油味、8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まった塩ラーメン、奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン、あっさりしながらコクのある塩豚骨ラーメン、パンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメンうま辛、濃厚ソースと麺のボリュームが最高のソース焼きそば、7つの美味しさぜひ楽しみましょう。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。ジャニーズ事務所の後輩トラビスジャパンがダンスの大会で全米4位、そして世界9位となったそうです。おめでとうございます。本当にこれすごいよね。僕もまあ本人にも連絡させていただきましたし、なんかね、まあ、ジャニーズウェーブ自分たちのやってる、まあ、ブログにも書いてるけど、なんか、なんだろうね、後輩っていうかやっぱりこう、なんか仲間っていう意識が強くて、で、まあ、キスマイのこうバックとかもついてくれてたんですよ。だし、しめちゃん、しめかけとはね、結構まあ連絡するし、なんか行く前にもご飯食べ行ったし、なんかね、すごいよね、本当にめちゃめちゃ見てる。オーディション番組もすげえよかったな、なんか。それこそなんか、あ、やっぱ頑張んなきゃなって思ったし、なんかこう自慢の仲間って感じかな。なんかとにかく、体に、気をつけて、心に気をつけて、なんかこう全力で楽しんできてもらいたいなっていうのは思いますし、すごい新しい
経験してるからね、本当大変だと思うし、彼らにしか分かんない葛藤あるけど、なんか帰ってきたらなんか話いっぱい聞いてみたいなと思いますね。さあ、ラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷太輔だけの時間、僕に届いたあなたの声を紹介していきます。アミさん、藤ヶ谷くん、先日のラジオで東京ドーム公演で下着コンといううちわを見たと言っていましたが、そのうちわを持っていたものです本人がくれたんですね。いろいろ考察してくれていたなんてとっても嬉しいです。もちろんあのうちわは藤ヶ谷くんの気を引きたくて思いを込めて作ったうちわです。そしてもちろん下着はコンではなく黒でした。爆笑と。次会うときはちゃんと紺色にするので許してください。やっぱりな、絶対紺じゃないと思ったわ。なんか俺そういうの分かんのよ。あ、この人俺の気を引きたいだけなんだなっていう、なんか俺そういうのやっぱあんま反応しないよね。やっぱ本気じゃないと、こっちも本気だからそっちも本気じゃないと、なんかこう、そうね、そう、下着コンっていうのあって、あって一瞬思ったけど、これでも絶対コンじゃないだろうなと思って、それ言ったんだよラジオでね。多分絶対コンじゃないけどコンって言って、なんか見てもらいたい、気を引きたくてっていう考察当たってたよね。なんか内輪の出し方がコンじゃなかった、なんかね、黒なんちゅう話をしてんだろうね。そうね、次会うときはこういうのを許してくださいと。まあ、ちょっと次回考えますね、じゃあ。さあ、続きまして、茨城県、まみさん。出会って何度かご飯に行ったり遊びに行ってる方がいます。車を出してくれてドライブしたりしているのですが、それに加えて毎回ご飯をご馳走してくれます。お互い社会人だし、個人的には毎回おごっていただくのがとても苦手で、断り文句とか言うのも苦手で、申し訳ないので次の機会の時に飲み物を買っていったり、ちょっとしたお土産を渡したりしていますが、なんとなくモヤモヤしてしまいます。 SNS でそういう時は車のどこかにご飯代とかをこっそり置いていくという投稿を見ました。藤ヶ谷くんならどんな風に対応してもらったらお互い嫌な気持ちにならずに済むと思いますか。ああ、なるほどね。そうね、いや、僕は別に何もいらないですけどね。何もいらないけど、まあ確かになんか、ちょっとした会話の中でね、なんか例えばああいうところのこういうお菓子食べてみたいなとか、あそこのケーキって美味しそうだったんだなとかって、もしポロッと言ってるのを覚えてくれてたりとかしたら、なんかそういうのをたまにね、なんか持ってきてくれたりとかすると、それはまあそれで嬉しいよね。え、なんでとかって、いや、この前あの言ってたからとか、ああ嬉しいとかってなるし、まあ飲み物とかまあ嬉しいよね、わざわざありがとうっていう。ベースとしては何も俺はいらない。俺このさ、この現金をさ車に置いとくっていうのすごい嫌なんだけど、俺的には。じゃあ車送ってって、車やってる時に、あ、なんか置いてあるっつってね、忘れ物ないかなって見て、あ、なんか置いてあるって見たら、なんか置いてあるわけでしょ、6,234円とかちょうど割りかみたいな。いや、俺現金やだな。なんか逆にこれだったら何もしてもらわない方が全然嬉しいわ、現金置かれる。まあ気持ちだからね、わかるけどね。なんか別に何もいらないんじゃないかな。なんかそれ気持ちで、なんかちょっとこう、渡したりとかすればいいんじゃないかな。私これってなんか どういう関係なのかなっていう。あんまりにもこうやりすぎちゃうとさ、まあ好かれちゃうというかさ、なんか気になってる人がいて好かれたくてやるとかっていうこともあるじゃない。そういうことじゃなくて、友達以上恋人未満的なのかな、か人としてっていう感じなのかな。いや、俺現金は絶対だな。あなたの声を聞かせてください。今思ってること、感じてること、最近あったこと、どんなことでも結構です。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 あなたの声を待っています。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。日本放送をお聞きの皆さん、こんにちは、江戸川コナンです。今年で10周年を迎えるリアル脱出ゲーム×名探偵コナンシリーズの最新作、追憶のハロウィンからの脱出が全国各地で絶賛開催中だよ。君は僕と安室さんが挑む過去の難事件の容疑者に。
僕たちの推理をもとに次々と巻き起こる不可解な事件の真相を解き明かそう。劇場版名探偵コナン、ハロウィンの花嫁の後日談となる豪華オリジナルストーリー。詳しくはコナン脱出で検索してね。会場で待ってるよ。ラバーガールの富永です。大水洋介です。月替わりで担当するオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、8月は我々ラバーガールが担当します。朝に聞いても夜に聞いても、なんなら昼に聞いたっていい、そんな番組となっております。別に言わなくてもいいけどね。ラバーガールのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信。続いてはこちらです。矢沢、矢沢永吉さんの魅力にどっぷりハマった私藤ヶ谷が、あなたから A ちゃんに関する矢沢メールをいただき勉強をしています。ロックンロールということでね。さあ行ってみますか。長野県のひろこさん、仰天ニュース見ましたか。矢沢永吉さん35億円詐欺に遭っていたんですね。しかも信用していた側近に裏切られ、恨んでも仕方ないと奥様、家族を大切にする姿、そしてへこたれず35億を返済、なんてかっこいいのでしょう。たいちゃんが矢沢永吉さんのことをリスペクトしているの分かりました。いや僕もね、見ました、仰天ニュース。お、なんか知ってたんですよ、その借金、すごい額の借金をしていたっていうことは知ってて、なんか聞いたことあったんですけど、なんかこういう細かなところまでは知らなかったですし、この金額っていうのも知らなかったですし、こんなに近くの側近の人なんだっていうのも知らなかったですし、いやーそうね、いや奥様もやっぱり素敵だなって思いましたし、あとなんか多分この人だろうなって思う人に、まあ再現 V でね、その矢沢さんがなんか知らないかって、そしたらまあ要は後々分かるけど、その犯人がね、知りませんっていう。でもその時点で矢沢さん的に多分っていうか多分この人でしょうというのは分かってたんだけど、本人が知りませんっていうのに対して、そうかと、何か分かったら教えてなっていうのよ。あれでもかっこいいよね。なんかそのやっぱり信頼信用ってあるよね。本人が言ってくれるまで俺は信頼信用し続ける。であまり刺激ね、変にするとこう、例えば連絡取れなくなっちゃうと、その海外にね事情聴取で行ったりもしてくれなくなっちゃうとか、いろいろそういうのもやってて、ああそうなんだっていうのも。でもそれをやっぱ返済をして、で今も現役でやられてて、たくさんの人にこうメッセージを届けてる、なんかやっぱスターだなと思った。かっこいいなって、なんか本気、うん、やっぱり本気なんだなっていう。その返済も本気だし、へこたれそうになったけど本気でやっぱライブをやるとか、なんかかっこよかったですね、うん。さあ続きまして、東京都のえみこさん、私は学生時代から矢沢さん大好きな夫と数年前に武道館で開催されたコンサートに初めて参加しました。夫から話ではいろいろ聞いていたのですが、ジャニーズ以外のコンサートは久しぶりなのでワクワクしました。行く途中、地下鉄に座っていると目の前にコンサートに行くと思われる男性が乗ってきて、その男性のファッションに思わず二度見をしてしまいました。その日は12月の寒い日でしたが、その男性は素肌に真っ白なスーツを直接着て、えんじ色のエナメルの靴に片方の肩に矢沢のタオルをかけていました。その様子を見て、全く普通の格好をしていた夫はとても羨ましそうでした。藤ヶ谷君はもし矢沢さんのコンサートに行くときはどんなファッションで行きたいですか。ちなみにライダースの革ジャンにピタピタパンツの方も結構いました。会場の近くにはピンクで後ろに羽のついた車も止まっていました。夫のタオルはその日買った新品でした。やっぱこうイメージありますよね、矢沢さんのその素肌に、スーツ、白のスーツとサスペンダーとかと
白のねハットもそうだし、確かに自分がそうね、なんかどうなんだろうね、もし自分が行くってなった時に、なんかこう勝負、まあ、我々もこうきっとある意味勝負じゃないですか、ライブに行くっていう、なんかそのなんかどうなんだろう、僕初めて行くってなった時になんか、ああどうだろうな、自分の性格的になんか、自分の言うの変だけどちょっと真面目なとこあるから多分襟のついてるのとか着てくだろうな、なんか半袖シャツとか、まあ、冬だったらライダースとかもあるけど、まあなんかその時の気分、勝負のなんかその感じで行ったりするのかな、行きたいな、確かに。かっこいいですよね、あのサーダーのね、しかも何がかっこいいって、そのライブとか見ていただくと分かるけど、そのシャツとかね、あと例えばシャツの上にジャケットを羽織られてる時もあるし、素肌にジャケットっていうことも多いんだけども、ジャケットとかがさ、もう汗でびっちょびちょなのよ、うわ本気だなっていうさ、なんかこうライブとかじゃないとさ、なんかこう汗で服濡れてるってちょっとこうえって思うことのイメージが多いじゃん、じゃなくてもうそれもうそんなことじゃなくて、かっこいいってなるのよ、思うのよ、本当にかっこいいっすよ。さあ続きまして、カーコさん、私の友人 Y ちゃんの新婚当初の話です。妊娠中は楽しく家事をこなして旦那様の帰りを待っているという毎日を過ごしていました。身をもね大変なのに、いつもありがとうと優しく言ってもらえることが嬉しかったそうです。いつものように優しい旦那様が帰ってくるなり、豹変して大激怒、おいおい何やってんだよ、もうこれ手に入らないんだぞと、あるものを抱きしめ床に崩れ落ち、怒りを通り越して泣いてしまったそうです。あるものとは Y ちゃんが矢沢のタオルで作った雑巾Y ちゃん曰くあまりにも汚かったからハサミでチョキチョキして雑巾にしちゃった、エコだし喜んでくれると思ったのにさ、そんなに怒らなくてもというぐらい切れたのよ夫が、本当にボロボロのタオルだったしさ、でもあんなに怒った姿初めて見たと笑っていました。25年経った今でもこの話は家族の間では話すことをタブーとされているそうですこれあの頃は綺麗だけど今だったら笑い話だなじゃないんだね、もうタブーなんだね確かにな、自分の大事なもの、そうね、捨てられてもショックだね、やっぱ物じゃないんだよ、思い出も込みだからね、なんで捨てたんだろう、しかも手に入らないじゃない、しかも同じものの新品が手に入ったとしても、それと共にやっぱ歩んできた思い出、日々がありますからね、時間が、それでも確かにこううわーってなるけど、いやだって汚かったしエコだしって言って、それをなんかこう加工されて雑巾っていうのもちょっと俺来ちゃうな、俺もっていう、でも相手のことを考えるとせっかく作ってくれたし怒れないし、なんか自分にもやっぱ非があるじゃない、これは絶対大事だから汚れてたとしてもダメだよとかって言ってればいいし、 日頃もしかしたら大事にしてる姿を見せてればちょきちょきすることもなかっただろうしとか、なんかこう不甲斐ないよね、ゼロになるより良かったよね、物として残っとけば、しかも大好きな奥様のなんかこう編んで雑巾になってるっていう、それこそ世界に一枚しかないわけじゃないね、え思い出の入った矢沢タオルを大好きな奥様が雑巾にしてくれたっていう、それでライブ参戦も面白いね、あの人なんか肩にかけてるのちっちゃくないあれ雑巾サイズじゃないっていう、でもよく見たら矢沢タオルっていう、いいじゃない、もうオリジナルができたってことですよ、ポジティブに考えるのもいいよね、うん。さあ人の数だけ矢沢がいる、あなたの矢沢を送ってください。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com、 たくさんの矢沢をお待ちしております。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。最後はこちらです。あなたに代わってありがとう、言えなかったありがとうの気持ちを僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。チナッティさん、
私は三兄弟の次女です。7月23日土曜日は5つ年の離れた弟の結婚式でした。当日を楽しみに半年前から姉とサプライズでアルバム作りをしたり、着る服やピアスをお揃いにしてみたりと心待ちにしていました。ですが1週間前に私はコロナウイルスに感染してしまい、式を欠席することになりました。病院で結果を知り、家に帰ってからはなんでこんな時にと思い涙が止まりませんでした。弟に欠席を伝えると、まずは体調が一番、式に出れなくても家で見れるように何か方法を考えるよと言ってくれました。心配した姉もすぐに連絡をくれ、落ち込んでいた気持ちも少しずつ晴れてきました。当日は弟が式場にお願いし、リモートでの参加ができるようにしてくれました。そして姉はデリバリーを手配してくれて、披露宴と同じ時間に料理が家に届くようにしてくれました。改めて兄弟の優しさを感じました。本当にありがとう、嬉しかったよ。昔から気遣いができて兄のような弟へ、今日は式に行けなくてごめんね。これからの人生を姉は心から応援しています。東京に浮かぶ広大な島に新たなカルチャーの祭典が誕生、東京アイランド。9月23日から25日の3日間、海の森公園で開催。キャンプや豪華アーティストによる音楽ライブをお楽しみいただけるほか、子供から大人まで楽しめる数々のワークショップ、花火、サウナ、ヨガ体験、居酒屋コーナー、愛するペットとも一緒に過ごせるペット専用エリアなど、さまざまなアトラクションが皆様をお待ちしています。東京の大パノラマを見渡しながら楽しむ、未だかつてない一大フェスティバル、東京アイランド。チケットは絶賛発売中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。島田秀平とオカルトさんが主催する怪談賞レース SOS グランプリ2022、4人の怪談芸人が頂点を目指して怪談話を披露します。何か人が告知を抑えられて、なんか島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。藤ヶ谷太輔ピースフルです。エンディングでございます。いやー、そうね、なんでこのタイミングって思う時あるよね。なんかこう、自分を責めたいけど、てかどこにぶつけていいか分かんないものももちろんあるけども、悩んでそのなんか事態が変わればね、悩むし、でもなんかそういうことが、予期せぬことが起きた時だからこそ、なんかこのなんか人のつながりっていうかね、なんかそういうの感じることあるよね、きっと。だからもしかしたら普通に結婚式行けてたとしたら、まあおめでとうってもちろん気持ちはあるけど、なんかこう手配してくれたとか、式場の人頼んでくれた、で式場の人がそれを答えてくれてっていう、なんかこういろんな人に感謝みたいな、そういう気づきみたいなのが増えたって思うしかないよね。もうたらればの話だからなんともだけど、でもそういうの気づけた、知らないことに気づけた、感じることができたっていうこと、すごくね、いいことだし、きっと兄弟もなんか本当に仲良くて、なんか大好きなんだろうなっていう、のもなんか読んでて感じましたね。さあ、ニューシングル2 as 1発売中です。ぜひチェックしてください。番組にメールをください。コーナーはふつおた、青春の教科書、男と女のラブルール、全部前向きにします、プロテイン男子、矢沢、若者言葉、参加できるものがあればぜひメールを送ってください。ガヤアットマーク 1242.com、 GAYA アットマーク 1242.com、 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後日本放送では中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、キスマイフット2の新曲が発売となっています。いつでも7人全員でお家に歌いに行きます。ぜひスケジュールの調整をよろしくお願いします。迷惑にならないよう耳元でささやきながら7人で歌います。
Hey, 日本放送ラブ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ態度はすかさず耳を澄ますブースで会話に花を咲かす神奈川埼玉栃木に群馬レペゼンは千葉たくさんのウエスナー盛り上げ聞いたアクセル全開常に外したレミター Yo 毎週土曜日夜11時半ソンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。車を売ろうとしている方、下取りだったり近くの中古車でいいやなんて思っていませんか？それもったいないですよ。実は中古車買取店によって買取額に差があります。しっかり比べないと損するかも。そこで車たかし、車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。平均18万8000円も買取額に差が出てるんです。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば最大8社の査定額が無料でわかります。あとは比べてみて一番高いところを選ぶだけ。車を高く売りたいなら車高しで検索。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後日本放送では中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、キスマイフット2の新曲が発売となっています。いつでも7人全員でお家に歌いに行きます。ぜひスケジュールの調整をよろしくお願いします。迷惑にならないよう耳元でささやきながら7人で歌います。日本放送ラブ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ態度はすかさず耳を澄ますブースで会話に花を咲かす神奈川埼玉栃木に群馬レペゼンは千葉たくさんのウエスナー盛り上げ聞いたアクセル全開常に外したレミッター Yo 毎週土曜日夜11時半ソンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。車を売ろうとしている方、下取りだったり近くの中古車でいいやなんて思っていませんか？それもったいないですよ。実は中古車買取店によって買取額に差があります。しっかり比べないと損するかも。そこで車たかし、車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。平均18万8000円も買取額に差が出てるんです。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば最大8社の査定額が無料でわかります。あとは比べてみて一番高いところを選ぶだけ。車を高く売りたいなら車高しで検索。